はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は神崎葵使っていこうかなと思います。今回の鬼滅大特集祭のヒーロー枠というわけで、今回ヒーローキャラクター一人だけなんですよね、この神崎葵さんというわけで、まあ、蝶屋敷にいた、まあ、お子ちゃんですよね、この方に関しては。で、この友情コンボ、これびっくりしてないけど、これ水の呼吸でくくられてんねんな、こいつって。こいつ水の呼吸の使い手なん。なんか忍さんのさ、配下みたいな感じやからさ、その虫の呼吸になんか派生したダンゴムシの呼吸みたいな使い手かなと思ったら、まさかの水っていう。これ呼吸使ってるところ見てみたいね。火属性の回復タイプというわけで、 HP15,200 攻撃1997、回復2864というわけで、まあ HP ちょっと高いのがいいですね。んーで、必殺 HP5000 回復、血統損得30000で、一旦火ダメ回復1000、血統損得85000、ランダムプチ2個、必殺変換、ペイントプチ自動変換というわけで、まあね、今年から登場している必殺自動変換の定番のやつですね。ただこの葵さんに関しては、必殺1個6000回復なんで、まあ実質毎ターン12000が確定しているみたいな変なキャラになってますわ。あ、そんなこと友情技、25個必殺プチの基本ダメ 35% アップ、レジェゲージ 10% アップ、2ターン黄色の必殺ダメ 10% アップというわけで、まあこれは団結でめちゃめちゃ使える友情技ですね。んーで、特性、弱体化2ターン短縮、黄色の必殺ダメ 10% アップ、自身の行動前に必殺が2個以上あるときに、味方全体が受けるダメージ 10% ガード、自身の行動前に黄色が10個以上あるときに、味方全体が受けるダメージ1000軽減、血統損とか80000というわけで、特性でめっちゃ防御張ってくれるっていう、ガードとダメ減両方張ってくれる、まあ優秀ちゃうかなと思いますね。使っていくんですけども、ボルサリーノというわけで、まあね、ついにこの回復上位互換が登場したなっていう、感じがしますね。まあ今年からね、ヒーローキャラでなんか変な強いキャラクターが登場するって流れはあったんですけども、まだかまだかと思っていたんですが、ついに来たんで、これなかなか嬉しいなと思いますね。演出等々見ていこうかなと思います。というわけで、はいと、燃やしていきまして、蝶屋敷で休息するというね、はい、なかなかな可愛いんですけども、おにぎり持って、ダメージいかほどというわけで、はいはいはい、5000回復と火ダメ回復1000というね、ほんで必殺自動変換、黄色自動変換というわけで、なかなか使い勝手いいんじゃないかな。このペイントプチ自動変換もかなり使いやすいんで、なかなかこれから愛用していこうかなと思うんですけども、なんかヒーローキャラはなんか回復専用みたいなパターンありますよね。まあ今年になって回復の限定キャラクターが初めて、まあ、登場したっちゃしたんですけども、これ黄色の回復限定また登場するんですかね、わかんないんですけども、あれなんですよね、来月やったかな、8月やったかな、なんか夏イベが来るんですよ。まあこれはもう5周年の時に発表されてんねんけど、その夏イベとともに、2000何万かのダウンロード感謝祭もなんか行われるらしいんですよ。8月にちょっとした祭りイベントが来るんですけども、そこでまあ夏イベなんで水着キャラが来るかなって個人的には思ってるんで、まあそこで限定の回復キャラが登場するんですかね。黄色とあと赤か、黄色と赤だけなんで、これはちょっと葵さんもう来月になったらリストラされているって、ちょっと悲しい未来が待ってそうな気がするんですけども、まあね、回復キャラってね、全
状態異常、これ対応してへんかったらなかなかきっついんでね。ってなったらこの葵さんは弱体化なんですよ。弱体化対応なんで、ほんまの意味でリストラされたんは司英司さんやね。あの方この葵さんと同様弱体化短縮特性で持ってんねんけど、もう2倍も3倍も葵さんの方が強いんで、司英司さんの時代はちょっとこれで終わったんちゃうかなと、まあ個人的には思うんですけども。まあね、次の、まあ、黄色の限定回復、まあ出るかどうかは知らんけども、が弱体化短縮持ってるっていう可能性もまあ全然ありえますんでね、それだけはちょっとやめてほしいな。うん、こんなにも早くに葵さんを潰すのはやめてほしい。この必殺自動変換のこのムーブめちゃめちゃ強いんでね、ほんまに使えるんで。で、葵さんは属性のバフとかダメ減とかガーとか持ってるんで、なかなか性能としては優秀なんで、もうちょっと使わしてほしいなとは思う。うん、ほんでこの葵さん水の呼吸という事実、これ初耳なんですけども、なんかワンチャンこの葵さんが水の呼吸使うみたいなシーンは出てくるんですかね。最終局面になったら、その無惨の手下かなんかが超屋敷本体に攻めてきて、で忍さんもやられてもうて、残すところ葵さんただ一人みたいな、そこで水の呼吸あざ発言みたいな、それでエグイの打つみたいな、ナギ打つみたいなね、そのパターンありえるんですかね、知らんねんけど。まあ、通行って葵さん使っていったんですけども、まあね、言わずもがな強いんで、まあ、これからどんなダンジョンにでも連れていけるような、なかなか優秀なキャラクターにまあなったんじゃないかなと思いますね。